さかねフラワーチャンネル。卒業式には泣けますよね。子供が長い間小学校中学校高校と終えて卒業です。お母さんは今からコサージュを作りにいらっしゃいます。生徒様ですね。今準備をしてお待ちしております。よかったら卒業式につけるコサージュをの動画をどうぞご覧ください。聖火でコサージュを作ります。白大菊、ゲイラックス、ワイヤープランツ、スプレーローズ、ヒアシンス、スプレーデルフィニウム、それからミスカンサスグリーンを使いますね。それぞれに合ったワイヤリングを行います。このワイヤリングの方法は一つずつ説明していますともう何時間あっても足りませんので、ちょっと今回は、パスさせていただきます。3級の方でしたら NFD3 級ライセンスを取っている方でしたらワイヤリングは全て分かりますよね。これが分からなかったら3級は受かりませんものね。ワイヤリングはワイヤープランツはツイスティング、それからローズはピアスメソード、ゲイラックスはヘアピンメソード、それからデルフィニウムはピアスですね。スプレーデルフはピアスです。それぞれのワイヤーの太さに注意いたしましょう。あんまり太いワイヤーですとお花が壊れちゃいますからね。ヒアシンスはルーピングとピアスです。それからミスカンサスグリーンはループにしておりますがピアスとツイスティングです。でこちらの、エッチさんも3級ライセンスを受かっております。ですからワイヤリングテーピングは軽くこなせていますね。今からラウンドのデザインをいたします。待って止めるだけだったらスポット抜けるの。だからピアスする。だからこれにこれもコンビネーションでしょ、はい、それから何だったっけ、あこれもコンビネーションでしょ、うん、だからちょっとねお花はね時々コンビネーションがある。うん、ただねワイヤリングは一つだけじゃなくて、でテープを巻いてるだけ、こうやってねテープ巻いてるだけ。うん、だからワイヤリングを知らなかった、ワイヤリングを分かってるでしょ、3級で勉強した人に全部載ってて、ピアスとかツイスティングとか、うん、それができなきゃね、でもちろん、うん、テープも巻けなきゃコサージュなんてできない。もちろんこれがプリザーブドでも一緒、ね、これがプリザーブドでも一緒、うん、もうワイヤリングとかテーピングができて当然のことですよね。うん、さあそれでこれはヒアシンスね、ヒアシンスも、ピアスと、ね、ピアスとあの ルーピングね、ループ丸いデザインをします。はいはい、で横から見たらあのこのフォーカルポイントをこう直角に曲げて、うん、一番大きなお花をこれかな、これかな、どっちが大きい、こっちが大きいね、ほらこっちの方が大きいね。でこれを直角に曲げて、こう直角に曲げて、ここをメカニカルフォーカルポイントね、メカニカルフォーカルポイントね、でここが、まあ、四角状のフォーカルポイント、ここが一番大事ね、どっちかというと中央で、これを持ったらもう離さないようにして、そしてこう3つねバラを三角形に配置するような、これが今こういう状態な、ね、だから花をここに配置するわけ。じゃあこっち側がこっちは普通でしょ、こうやって乗せればいいんだから、乗せたら普通にこう来るでしょ、普通じゃないか、こっち側に刺す、これがこう U ターンしない、ここに何かこうか止まる、で今、まあ、このような状態になるのが分かる、でここで、まあ、私だったらもうこの U ターンしない、ここからもう絶対ここから出ない、ここからね、ここから出ない、今鼻がここに来たね、ここに来ました、こうなったら赤がコサージュ、されどコサージュ、とっても難しいですね。ブーケより難しいかもね。ブーケはブライデーというオアシスに丸くアレンジメントすればいいわけですよね。これはワイヤリング一つできなければ前に進みませんよね。本当に
ラウンドに始まりラウンドに終わるというぐらい、コサージュもラウンドのスタイルもとっても難しいですね。でも彼女にとってはとても良いお勉強になりました。リアルタイムで作ることができたからですね。明日無事に卒業式が終わることをお祈りしております。それでは皆さん、よかったら、ちょっとでもよかったらグッドボタンと、そして愛あるコメント、そしてチャンネル登録を。皆さんはワイヤリングなども概要欄をちょこちょこ覗いてみてください。貼り付けてあるかもしれません。他の動画もたくさんたくさん坂根フラワーチャンネルでは上げておりますので、どうか探して見てくださいね。いろんなコサージュを1年近く上げておりますので、それをぜひご覧ください。増加もあります、プリザーブドもあります、聖火もあります、クリスマス用もあります、パーティー用もあります、いろいろございます。それでは皆さん、風邪などひかないように。もうすぐ春ですね、というような感じでしょうか。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。今度は反対にバイバーイ。